はい、こんにちは。炎のある幸せ、電車と徒歩でアウトドア。今日は日曜日、休みだからね。2016年5月の29日、お肉の日だね。5月のお肉の日です。日曜日で休みなんでね。ね、今日近くの河原にね、アウトドア焚き火に来ましたね。こんにちは。はい、今日は中で早速焚き火なんで、今日はなんかバドミングバドミングやるね、今日もね。そうね。同じモールだ。弁当を小さくやればいいんだ。細く取って。まあこんぐらい手で折れるからね。手で折れるぐらいまで。焚き火台に合わせてバージョンに。あ、だって前回大きくやらず細めでやればあれだね。これも細くやる。はい、今バドミングやってます。今バドミング見えるかな。これネットで買ったき。あ、起きた？危ない。大丈夫かな、配信は。どうでしょうか。今、バドミングやってます。今日、荒川土手です。ね、いつも。いつも、モーラナイフでバドミング。最初にやったらさ。あー疲れんね。見えてるかな。バドミングです今ね。どうも、今日焚き火なんでバドミングやってます。
バドニングやってます。バドニングね、バドニング、回らない、で右台に開けてね、
っちもね、今見えてる。はい。今パドリングね、なんとかやってんで、ね、やれなくて。ローソンストアの、やっぱね、やっぱ肌切りたいんだよね。100円だからね。まあ、工作用なのだからな。なんとか。ああ、やっぱこれまた半分ある。これなら割れるだろ。これなら。まあ、こんなもんでいいかな。何してんの？え？何してんの？これ焚き火でやろうと思って。焚き火やんの？うん。焚き火台で、だから細かく。え、炭使わないの？炭はね、焚き火で。うん。だから焚き火は、こっちさえ焚き火台なの。火は？俺これ、これ？そう、焚き火やんの。え、俺もやりたい。俺もやった。え、ちょ、貸して。え、もう終わりだから。すげえ、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 いい。ね、やらせて。もう終わりだから、終わりだから。これ、これやりたい。危ない、気をつけてね。俺左利きなんだよ。あんまやめた方がいい。気をつける。いや、ダメだよ、危ないよ。気をつける。あ、じゃあこっからやろ。気をつけて、もう責任。いや、もうちょい太っ。あー、ねえか。ダメだ、できない。やめた方がいい。あ、これできる。俺これできる。やめとけ、やめとけ、やめとけ、やめとけ。できる。倒さないでね。そう、簡単だよ。うわー、すげえ。もうこのぐらいでいいからね。ありがとう。どうもね。ありがとう。すげえ。焚き火台が小さいの。ありがとう。焚き火台に合わせて。これやるの？そう、これからやるんですよ。え、マジで？俺もこれやりたい。焚き火やんだ、これ。ちょっとだけやらして。そうじゃないよ。ライターだよ、ライター。あ、ライター？俺これやりたいんだよ。そんなないよ、できないよ。あー。え、焚き火台でやんの？いいよ。焚き火台でやんの？バーベキューやんないの？まあ、炒めたらうまい。やんない、あんまやんない。これ割り箸じゃん。使いかけ割り箸。いいんだよ。持ってきたんだよ。行こう。いいよ。じゃあ俺だって、楽しんでる。じゃあいいや、俺行く。え、火起こしてよ。今普通にライターだから、これもあの、押すとかやったらちょっと。これも俺やるして。ありがとう。どうもね、はい。超楽しいじゃん。え、超楽しいじゃん。うん、これは割りやすい。これいいね。これも割れる？うん。このくらいやればもう手で折れるからね。え、すげえ。細くやれば手で折れるぐらいまでやるね。これも割れんじゃん。これも一回。もう一回いけるね。これでしょ？まあそんなもんだよ。もうこんだけあれば。うわ、楽しいじゃん。え、火起こしてよ。ありがとう。まあ、ライターしてるだけだから、ライターに。ありがとう。え、バーベキューやんないの？火起こしてよ。いいよ、いいよ。重いでしょ。うん。火やんなくて大丈夫よ。この辺で火がつくから。うん。あ、これまだ割れるよ。うん。え、ナイフ貸して。これ、やりたい。うん、大丈夫よ。俺、怖い人じゃないよ。楽しいじゃん。うん、楽しいでしょ。うん。あれ？これは？どうしたらいいの？ここら辺で？反対側やった方がいいじゃない？反対側？こっち？あ、危ない危ない。できないよ。こっちはやってよ。これ難しいね。これは考えれば、まあ別に割れなくても手で割れる。これ折った方がいいよね。え、この木はどこで集めたの？これは売ってんだよ、わざわざ。買うんだ。ネットで、うん、あ、これ割れんじゃん。やらしてよ。いや、別にこんぐらいあれば。え、一回やらして。そう、そう、これできるっしょ。貸して。ありがとう。オッケー。うん、なぜ、うん、できた。これはこんだけ。え、火を起こしてよ。いや、いい、もうそんな細かくはないで。
だって折れてるよ。いや十分だから。手はだ行くんならいいんだよ。うん、じゃあね。この前割れる。こんなもんじゃ大丈夫かな。これでいいの。火起こしてよ。今日はこんだけある。やって火起こしてよ。起こすのから。俺ライターあるよ。あるある。僕持ってる。あんの。やってよ。じゃあね。やってよ。はい。じゃあこんな感じでした。どうも今。そうそうそうですね。動画で残しながらね。じゃあ焚き火台は、ね。俺映ってんのこれ。これね YouTube。そうじゃないです。うん、そうですね。うん、俺有名人になれる？なんないなんない。なんないの？これでこの上でやりますよ。この上で。何それ？これちっちゃいテーブル、この金属製でこの上で炊きます。ね。この上で炊きます。え？火を起こして。焚き火なんですよ。え？もう手伝ってんの？手伝ってないで、じゃあ見てるだけだいいよ。俺だって手伝ったじゃん。やんなくてなんかやりたいって言ったからだ。じゃあなんで俺悪いのか？悪くないよ。悪いじゃん、切ないじゃん。手伝ってやったんだろ。うん、まあやりたい やらせてやつだけだ。やりたいって言ったから。どうやって起こしたの？やらせてやつだけだ。やってるじゃん。なんか YouTube でアップするんだっけ。撮ってんだよ。これがさっき。この上なんですよ。結局ライターつけるの。これはバーゴンのヘキサゴンね。これで今日はこれです。バーゴンのヘキサゴンステンレス。焚き火台ですね。焚き火台だと三六角形ヘキサゴンだから。ヘキサゴンね。六角形だね。これでも分かるよ。普通なに？これちょっと止めるんだ。火を割ってたの今。なんかこれ小さい、焚き火台が小さいからね。焚き火台に合わせて。仲良くなったね。ね、もう仲良しだよね。あ、そうだね。うん、これで焚き火やります。葉っぱついてるよ。まあ、ついてる。今日はこれで焚き火です。でも見えるかな？はい。今日はバーゴンのヘキサゴンの焚き火です。この辺で。なんて言うの？バーボン？バーゴン。バーゴン？これだそう、これでバーゴン。バーゴン。バーじゃない、バーゴン。バユージが来てね、津山結構ちょっかいなしてしまってる。でもそう言われたらね。で、女の方行っちゃう。絵を見たかった。いや、それでユージが津山リーダーですから、トムキがなぜかユージを倒してたじゃん。これティッシュ？うん、来た。うん、みんな酔っ払ってるよね。酔っ払ってないけど結構酔っ払ってる。意識はある。俺全然意識あるけど、みんな好きな気持ち。気持ちいい時。いや、もうちょい詰めた方がいいんじゃない？さあ、もうちょっと詰めた方がいい。こんなもんでいいんだよ。なんで怒るんだよ。怒ってないですよ。あんまり怒ってないです。怒ってないよ。見えたな。はい。じゃあ今回このライターに。じゃあ先にやろう。今日はヘキサゴンで。これサンクスで売ってるライターでしょ。あ、セブンイレブンですね。負けたわ。おい、10本あるよ。俺高級だよ。いいの、10本じゃなくて。かな、これ。いや、俺さ、あれだと思った。火起こし、そう大変だ、そんなのできないっすよ。いや、おっちゃん、火起こして何するの？焚き火なんだよ、これ炒めたんですよ。焚き火って冬とか秋にあるんでしょ。寒い時だろ。まあ、フライパンで炒めたんです。今、暑いじゃん。
何食べんの？まあ、いろいろ買ってきたもん、食材を。帽子つえじゃん。そう、食材はこれ。帽子つえじゃん。野菜と、野菜とこれ。ハラスを炒めようと思う。おー、鮭。フライパン、鮭。フライパンで。今日はこれを炒めます。今日は焚き火台で。これで、食べてこれやつ。これはね。うどんも食べてる。今日はあとうどん買ってくる。うどん。こんだけだ。あと、お酒。今日こんだけだったの。うん。足引った。足引かねえかな、やっぱり。どうも。見えてかな？はい、こんな感じで。焚き火台であるぞい。炎がつかなくて敵なんだ。だって炎が打ち上げたもん。炎がつかないね。炎がつかないなんて、ね、あーなんかつったな。今日もこれ、今日はバーゴのヘキサゴンの焚き火です。見える？はい。うわ、やった、火ついたじゃん。すいません、ライト火ついた。で、火起こしてないですよ。これ焚き火だよ。焚き火？まあいいよ、やんなくていいんだよ。なんで怒んだよ。怒ってねえ、勝手にいじるんだよ。やらしてよ。勝手にいじるな。なんで怒んだよ。やらしてよ。入れすぎてもしょうがないんだよ。俺も火つけたいよ。わかるよ、不完全燃焼だろ。そうじゃねえだよ。不完全燃焼だろ。勝手にいじるなよ、お前。くぐるなよ、お前。なんで、じゃあ怒ってんじゃねえ。怒ってねえだろ、勝手に。怒ってんの？怒ってもしょうがねえじゃん、おめえ勝手に来てっから。お前が一人だからかわいそうだと思って俺来てんだよ。思ってねえよ。お前勝手に思ってだけじゃん、それ。じゃあいいな、あんま一人でやるんだ。やってんだからやってんだよ。恥ずかしい。これが一人で楽しんでやってんだよ、これ。俺が楽しんでやるんだよ。炎なる幸せです。あ、どうもこんにちは。今繋がってるかな、うん、じゃあバーゴで先にです。バーゴ入ったのI'm
今度奥多摩キャンプ行こうと思って休みの時で、奥多摩小屋が奥多摩の奥多摩小屋テントエリアで500円ぐらいで行けるみたいな、バスは600円ぐらいで行こうと思って、奥多摩駅からバスで鴨沢とか行って、そこから6時間ぐらい歩くと奥多摩小屋っていうキャンプ張れる場所があるんで、そこ行こうと思って、フライパンのようにフライパンでちょっとこれで炒めるからな。そう、これは100円ショップで買ったやつ、炒める。どうかな、つながってるかな、はい大丈夫ね、固めてないね、こんな感じで。鮭のハラスは油あるからこのままいっちゃおうか、油あるから油しかないから、これ鮭のハラス300円ぐらいかとか、これこれ炒めて鮭のハラス、多分塩振ったら多少少しだけでいい、こんなもんで、こんなもんで、こんなもんでね。もう加えながら、いいのよね、箸、今箸持って怒ってるんだ。今日はこれ鮭のハラス炒めだ、見えるかな、今日は鮭のハラス炒め、バーゴの焚き火台で鮭のハラス炒め、今日の飲み物これです。おなぎ月桂花ブリックパーク、今日も暑いんでね、これでシェアできます。あっちあーこれやっぱとんがってっからちょっとね、スワンちゃんやっぱビーロー君と比べるとね、ここちっちゃいからね、気をつけないと落ちちゃうね。まあ飲もうか、まず一杯目飲もうか、はい、じゃあ一杯目、じゃあブリックパック、風が強い。
のを見ながら。いい感じだ。今日は鮭のハラスをフライパンで炒めてます。鮭のハラス炒め。みっか。はい。そこのスーパーで買ってきて、あ、なんだっけ、マイバスケットで買ってきて、バーゴの焚き火で鮭のハラスを炒めて、はい、こんにちは。今日はこんな感じ。荒川の河原です。どうかな、ゲストさん、 A さん、どうもね。はい、じゃあバーゴで焚き火です。バーゴのヘキサゴンで焚き火やってます。今日はこんだけ、あとハラスと野菜、野菜入れようか、この辺で、この辺で野菜入れよう、野菜、野菜、もうこのまんま、キャベツミックス、もやし、にんじんとかやった、これ、キャベツ。入れすぎないように、これで蒸し焼きっぽく。もやしはないんだ。こんなもんでいいや、半分で。今日はこれだけです。鮭のハラスと野菜炒め。今日は鮭のハラスの野菜炒めでね。で、飲んでます。
炎なる幸せやってます。一体キャベツの、鮭のハラスの野菜炒め、あ、いいね、この感じがね、たまらんね。こうやって強く出ながらさ、炎なる幸せ、いいでしょね。いいね、炎なる幸せやってます。あ、いいじゃないか、これがいいのよね。さっきの若いの食べちゃうね。やりたいんだよ、みんなね。だから一人だったらいいんだよ。みんな火つけたりさ、火割ったり、やりたいの。だから何人かだったらさ、自分でできないもんね。だから一人でやってんだ。みんなやりたいんだ、こういうバドニングって言うんだけど、さっきのあれもやりたいわけ。でも何人かだったら一人やればいいからさ、できないもんね、自分。だから一人でやってんだよ。食べる気ないんだよ、こうやって一人で楽しんでんだよ。ちっちゃな焚き火台でさ、勝手に来てた。なんだあれ、楽しいね。おー、いい感じじゃない。バーゲンの焚き火、あっ、ミルシーも飛んできたよ。閉まってんね、大丈夫ね。はい、閉めてやろうかな。うん、おー、いい感じだ。おう、それはまだ決めたかったら大丈夫だ。こっちが大丈夫だ。うん、
原さん、これで全部いろいろこれ野菜を炒めようね。鮭のハラスの油で野菜を炒めましょうか。ちょっと野菜入れて、ちょっと野菜こんぐらい入れて、いや、こんぐらいで炒めよう。その前このハラスをつまみに飲もうかな。はい、どうもね。こうやって入れていいよね、これね。ちっちゃい焚き火台でさ、焚き火しながら飲んでいいね。日帰りだからさ、でも小さいからさ、燃料も使わなくていいんだもん。じゃあ2本目行こうか。2本目、グリックパッド行きます。2本目行こう。さっきこのハラスの油で野菜炒め、ね、マイバスケット便利だよな、これな、ね、できてね。はい、これ3つ買ったの。ブリックパック3つにハラスとパックと野菜とあと丼で800円ぐらい。今日はほんと野菜が700円ぐらい。多分全然しパンの女の子いるね、あったかいからさ、かわいいね、女の子の短パンだと元気、元気な下小僧が拝めていいよね。元気な下小僧、これ短パンにいいところだね。マイバスケットってハラスがね、よく来るの。これ多分300円ぐらいだもんね。Yeah, yeah, yeah.
もうおろそうか、これおろそうか、野菜と。これ、ふんと穴開いてっからさ、切らんねんだもん。ビビンとか穴開いてる。ここまで使ってさ、穴開いて使えないやつ持ってきてるからさ、切らんねん。さっきの話でね、野菜炒め。これもいいね。今日はこんだけだけどね。キャベツとニンジンか、玉ねぎ。バーガーをふかして、バーガー B6 の時かってさ、持つとこないからね、全部熱くなるから大変だよね。 B6 の側は足がそんな熱くならないから持てるんだよね。バーガーも全部熱いからそれ難しいね。バーガーの場合はね、持つとこないからさ、全部熱いんだよね。持つときはなんか持つないとか、B6 はさ、足まで熱くならないからさ、ね、足持ってばさ、チーズ多少移動できるからね。バーガー全部で、ほんとこれこんだけだからさ、全部熱くなっちゃうからさ。じゃあ、これで、このおかじゃあ、バーガーで焚き火、ヘキサゴンで焚き火でーす。炎を見ながら、コップ酒。炎なる幸せ。まあ、ステンレス。最後酒の話、うまいの話ね。うまいじゃん。今日は酒の話も炒めちゃう。みんなグループのやつがマナー悪いんだよね。みんな友達と来てるやつだから、一人だったらマナーいいんだよ。一人でやってるのがさ、大人数で来てるやつがさ、ワイワイ騒いで気がするんだよね。その特に若いやつが、10代20代のあいつら、友達とワイワイしてさ、気がしてさね。マナー悪いんだよ、冷静生まれるやつね。あいつらは悪いんだよ。あいつら友達とワイワイしてさ、しらかしてたりね。団体の時、団体の、この間は36か、1日まで会った人、あれも、わからんのない、ね。あいつ団体のやつらがさ、
ね、バンバンしてね、ゴミとか置いてきちゃうんだよね。アウトドア一人を推奨すべき、一人。全部自分なのかな、一人だからさ、僕はそう思うよ。アウトドアほんと一人推奨。団体だとさ、みんなさ、周りに甘えちゃうと自分の片さで帰るからさ、あれ。一人だったら全部準備一人の自分だからね。今はさ、だってあのアウトドア手ぶらでバーベキューとか歌ってる嬢ちゃん悪いとかあるよ。ああいうのがバルからさ、アウトドア手軽に感激ちゃうわけよ、ほんと、ああいうやつらがいるから。そう、うん、全部自分で用意するのしてればさ、ちゃんとやるんだよ、ほんと。アウトドア、外でさ、火を起こして飲み食いするの結構めんどくさいからさ、でも好きだからめんどくさくてもやるんだよ。でもめんどくさいのってことは、そこ行って、漬け込んだのああいう料理なんでしょ？ね。でもあれやると早く楽だけどさ、アウトドアは楽なもんと思っちゃうから、ね、幻想に陥るんだ、ああいう業者があると。お金出せば全部やってくれちゃう。ごめん、待ってもいいやって感じだよね。結局ね。だから、結局、ああいうの、あれ、こういったアウトドアのマナーが悪くなる温床につながるんだよ。一人でさ、ね、こんな可愛らしい焚き火台でさ、やるのはいいんですよ。一人でやるのが一番。こんなもん、アウトドアなんか大人数でやるもんじゃねえんだよ。一人で炎を見て楽しむもんなんだよ、こんな。今レクジエーションでやってる人いるけどさ、何がレクジエーションだ。レクジエーションやる前さ、結構なことやってるんだよ。アウトドアは一人が基本だと思うね。もしくは仲のいい家族とかさ、恋人同士、学校の仲間とか職場の仲間でワイワイやる、結局さ、マナーが悪くなるんだよ。僕はそう思うよ。これはいい、これ合ってるよね。僕そのまそう、アウトドアが悪くなってるのって最近そういう、それが原因だと思うんだ。いろんな社会の中で頭仲間でやっちゃって、それそういう人が悪いんだ。やるんだったらさ、基本一人、もしくは仲のいいカップル、もしくは仲のいい家族だけね。それやんないとね、どんどん悪くなる。かすいこさん、かわいいもんよ、もう今日自分で用意してさ、金出せばやってくれる。ああいう業者があるからさ、アウトドアは簡単なもんになっちゃうんだよ。こうやって一人でさ、立ち見しながらさ、飲んで楽しいんだよ、これが。これがいいのよね、ほんとね。立ち見の炎を見ながらさ、一杯飲むのがさ。もうこれで2号飲んじゃった。早い早い、これでもう2号だ。2号さん、あ、鮭のハラスと野菜炒めで2号飲みました。野菜炒め、今のまだあるよ、まだ。かわいいな、女の子。あったかいからさ、短パンの子いっぱいいるよ、ほんと。でもかわいいね、お年頃の短パンはね。いいよね、うん。おかずになる感じです。お年頃の女の子の短パン姿はおかずに。ないじゃないか、飲みたい、飲もうかな。お年頃の女の子の短パン姿はおかずにね。じゃあ最後に。もう3本しかないからね。じゃあ最後。
お年頃の女の子の短パン姿をおかずに飲みたいと思います。いいよな、あー可愛いね、プリプリした、いいね、プリ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 感のある太ももがたまらない。じゃあ最後の一杯、じゃあ3個3個だよ、今日最後の一杯です。お年頃の女の子の乾杯を見ながらね、おかずにね、乾杯。おのおである幸せ、今回はバーガーの先つまみは野菜炒め、いいよね。炎のある幸せ。バーゴのレフトやばいね。